上司が出て絶対にやってはいいけないことがありますクレーム対応の現場でお客様とスタッフがコミュニケーションをとりながらクレームに対応している時にスタッフの対応にお客様がご納得いいただけないことってありますよくありりまますすよくその時に、まあ、上司を出せとお客様から言われてしまうのかまたはスタッフが自分ではどうにもならないので店長お願いします社長お願いしますということも実際には起きると思います。で 選手交代して監督が自ら出てくるのは私はそれはケースによってありだと思うんですけどその時に絶対にやってほしくないことが1つありますそれはスタッフがお客様とやり取りしている時にお客様に提示した条件例えばお断りしていたり何かができませんっていう話をして話が膠着して上司を出せって言って上司や社長が出てきた時にスタッフが言っていることと別の結論を出すこと。 例えばスタッフがダメです、それできないんです、ルールなんです、申し訳ございません、返金できませんって言ってるのに、お客様が納得しないからって上司を出して、上司が分かりました、じゃあ今回に限り返金しますとか、今回に限りそれオッケーですって言ってしまう。これはもう絶対にやってしまってはいけないことなんですね。よくあることだと思います。上司が出てきた瞬間に判断がひるかえって、まあ,ある意味お客様の要求を飲むというのはよくあると思うんですが、これはもう絶対にやっちゃいけないことです。 なぜやっちゃいけないかわかりますか？スタッフの立場がないですね。ほらお前が言ったことは間違ってただろうっていうふうにお客様は思うでしょうし。 上司がが出てきててき判断が変わっっしまったらスタッフがが今までで苦労してきたことが全部水ですねスタッフは自分が解決しようとしたわけですよね。ところがもちろんお客様はこの判断に納得がいかないから上司を出せと言ってるわけなんですけどもその場合は上司が出てきてももう痩せ我慢でもいいから同じこと言わないとダメです。 でこれはもうあの判断が分かれるところというか賛否両論あると思うんですがあえてこれは私の哲学的に言わせていただくんですけども会社の経営者や上司というのはこのお客様がスタッフが言ったことが納得できないからご立腹してでも誤解を恐れずに言えばお客様の会話聞きますお客様また頑張って他のお客様どっかから、ね、来ていただければご縁いただければいい。 スタッフがこのことに心を痛めてまたはこの対応で心を尽きて燃え尽きてやめてしまったとしますスタッフの会話いないですねスタッフは家族だとかですね社員一丸となってとかって言いながら実際にはお客様の肩を持ってスタッフの立場をなくしているような社長さん私はたくさん見てきてます極論言えばお客様の会話あるけれどもスタッフの会話ないんだっていうぐらいの気持ちで会社の経営に当たってほしいんですね 一つあの本にも書いたんですがもうとんでもなく面白い事例なんでぜひご紹介したいんですけども、えー、あるあの福島県にある温泉旅館さんで社長さんのこと私よく知ってるんですけどもスタッフがちょっと何かやらかしちゃってクレームになったそうなんですね。でお客様が大層ご立腹で,でもう「お前じゃ話にならん社長だぜ!」ってわーわー言ったらしいんです。 でスタッフがもう泣きそうになりながら社長のところに来て「ですねごめんなさいお客さん怒らせちゃいました社長出せって言ってます」って言うんで、まあ、社長ちょうどエプロンを着て厨房入ってたらしいんですけども出てきて「あすいません私が社長ですが何か?」って言ってエプロンのまま出たそうなんです。ただお客さんもう顔真っ赤にして,て「お前が社長がこのスタッフなんでけしちゃらなきゃだな」とこのやつやめさせろ」と言ったらしいんですねで社長言ったそうなんですお客様今なんておっしゃいましたこのスタッフをやめさせろお客様にはそんなこと言う権利はありません このスタッフを辞めさせてくれはどうか決めるのは私ですお客様は何をご立派かわかりませんけれども、お客様ね、言っていいことと悪いことがあります。私たちはお客様の会話ありますけどスタッフの会話ないんです。もし当社のサービスにご納得いただけないんだったらすぐ隣の旅館をお用意しますんで、ぜひお移りください。で、社長さん言っちゃったんですね。でもちろんお客様もぶち切れですよね。激怒して、まあふざけんなこの旅館も止まらないって言って、でも。 出てっちゃったそうなんですけど、でも私はその話を聞いて哲学があるなと思ったんですね。で、お客様は確かに怒らせてしまったら悪い、ね、で、社長出せまではまだ分かる百歩ですって。でもお客様はどんなにご立腹でいらしても、こんなやつやめさせろはやっぱり言っちゃダメなんですね。それお客様にそんなこと言う権利ないで,でスタッフはもう自分のミスだから申し訳ないと思ってても、誠心誠意しているわけですけれども、その時に社長が。 スタッフの目の前で「いやいやお客様ごめんなさいと」とこのスタッフ言ってることは正しいから私出てきても結論変わりませんからもしどうしてもご納得いただけないんだったらはもうご縁がなかったということでご返金しますんでって言ったらスタッフは嬉しいですよね。嬉しいですよね。これが正しいか正しくないか私は分からないですよ。でも私はこの社長を支持します。なぜならばこのスタッフは社長のために頑張ろうもっとお客様のために頑張ろうって このクレームで何が問題だったかかとととうことを自分ででできちんん反省して次に生かせると思うんですねでもこのお客様を失うことを自分のその宿の評判だったりとかさまざまな理由で自分のプライドだったりしてお客様の目の前でスタッフを叱り飛ばしたりしたらそしてスタッフが一生懸命対応している判断をコロッと手のひらを返したように社長がその要求を飲んでしまったらスタッフは立場がないですよね。 なので私はもうこの事例に勝る先進事例はないと思うんですけれどもどうか上司はスタッフを守るのも大切な仕事だと思っていただきたいですもちろんお客様は大切ですコミュニケーションにそこがあるんだったらこのコミュニケーションをしっかりとバリアがない状態まで取ることに努力はしていただきたいんですけれどもでもここで スタッフが言っていることの対応を180度変えてしまうというのだけはやめていただきたいなとそれはもう本当にスタッフも大切な一人の人間なのでやめてほしいなと切に願う次第ですよろししくお願いいたします。